レンです。今日はノースフェイスのベストとジャケットが手に入ったのでちょっとレビューしたいと思います。でこの間オンラインではベストとジャケット買えなかったんですけど、友達が譲ってくれるっていうことでちょっとピックアップしてきました。でこのベストとジャケットをレビューしていきたいと思います。イエーイ。どうもニューヨークサーフです。カリサーフじゃないよ。来てみました。そう、身長176センチ、体重80キロの着用動画です。で、ポケットは1、2、3、4、5、6、7で、腕の横にノースフェイスのロゴとシュプリームのロゴで、腕周りもマジックテープになっているので調節可能です。で、後ろを見てみると8個目のポケットがあって、ノースフェイスのロゴにフードですね。フードもここちょっと調節可能になってます。次はベストの紹介になります。で、ベストですね。ベストの方はフロントの方にノースフェイスのロゴとシュプリームのロゴがあります。で、ポケットが1、2、3、4、5、6、7、7個ですね。で、後ろの方は後ろにシュプリームの刺繍が入ってます。最初プリントかと思ったんですけど、しっかり刺繍で入ってます。で、白編み編みですね。着た感じどうですか？いいね、釣り行こうかなもしもし、いかがでしたか？今回ジャケットとベストの方はどっちともラージだったんですけど、まあ、中の方に全然着込まないっていう感じでしたら全然ミディアムでも大丈夫かなと思いますね。私の場合はジャケットの下にパーカー着るので、やっぱちょっと若干サイズ余裕があるサイズを選びますね。で、まだ他にもノースフェイスのコレクション家にたくさんあるので、まあ、ちょっと落ち着いたらたくさん紹介できたらいいと思います。ベン&ジェリーのダンクの結果なんですけど、やっぱり私は無理でした。まあ、もともと在庫数少ないっていうのもあるんですけど、ローカルのスケートショップで、まあ、ちょっと数はあるんですけど、だいたいバックドアだったりとかするので、やっぱりまあまあって感じですね。まあ、本当に欲しかったらプレイで買ってるんで、まあ、今回は良、まあ、かったかなっていう感じです。動画見ていいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。シュプリームの他にもスニーカーも大好きなので、見たいスニーカーとかやってほしい企画とかありましたらコメント欄に、よかったらコメントしてください。今回も動画ありがとうございます。じゃあねー。